スティーブン・スロカムは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ルイジアナ州ウェストモンドー出身。学生時代、テキサス A&M 大学では、バスケットボール選手として活躍。大学卒業後、スペインのプロバスケットリーグであるレブに加盟するクラブ、メリーナ・バロンセスと、トルコのプロバスケットリーグである TBL に加盟する、ガラタサライ・リブ・ホスピタルでプレーした。2006年、 ブッカー T が主催するポアにてトレーニングを開始。2007年、サイラスのリングネームでプロレスラーデビューを飾る。マネージャーにレディポイズンを従え、ジェイソンをモチーフとしたギミックのマスクマンとして巨体を生かしたパワーファイトで早い期間でトップに立った。2009年、WE とディベロップメント契約を交わして入団。2010年、参加団体である。 FCW にて、ジャクソン・アンドリュースのリングネームでトレーニングを開始。デビュー間もないながら、連勝を重ね、バンス・アーチャーカート・ホーキンスとトリオを結成して活動。トリオ解散後は、イーライ・コットンウッド、ブローダス・スクレイといった巨漢のレスラーとタッグを組んだ。12月6日、WWE に昇格。RAW にて、デビッド・ハート・スミスと構想中のタイソン・キットの、 ボディーガードとして登場し、試合後タイソンキットに敗れたスミスをクローズラインで沈めた。同月27日の RAW ではキットに勝ったマーク・ヘンリーを襲撃しようとするモワールドストロンゲスとスラムを喰らい帰り討ちにされてしまった。タイソンキットのボディーガードにしておくのはもったいないということで、すぐに復帰させる意向で2011年に入ってからギミックを作り直すために、 FCW で再びトレーニングを再開することになるが、レッスルマニア27のシーズンということもあって、復帰のめどが立たなかった。4月に FCW の公式ホームページのプロフィール欄から除外され、WWE から解雇となった。2012年8月5日、婚約していたディーバのローザ・メンデスへ虐待していたことが発覚。さらには、 もう一人の女性と付き合っていることも取り沙汰された。2013年8月31日、NWA 加盟団体である DSCW にてサイラスとして参戦。ジーターとするが、両者ダブルカウントによる引き分けとなった。ありがとうございます。